道東の別海町では漁業関係者らが自らの職場である海を守ろうと漂着ごみなどを回収する清掃活動を行いました。この清掃活動は海洋汚染をもたらす道内漁業への影響の啓発も込めて漁連が中心となり昨年から行っています。今回は午前8時からおよそ150人の漁業関係者らが参加し周辺のごみを回収しました。こういったことを通じて社会全体にごみに対する環境問題に対するそういう意識が高まっていくことを期待しています。漁連は今後も積極的にこの海辺の清掃活動を全道に広げていきたいとしています。